ペドロのドラフトファイト一発。気づきました。見てね。それはええわ。いいんだ。いやね、はい、ドラフトってさ、うん、まあダム。はい。うん、もうだいぶね、街でも声をかけられるようにいや、ないです、ないです。一回も見たことない。なったんですけど、はい、ダムの仕事としてね、うん、指名した後も関係性が続いてるの。あ、そうなんすか。球場ダイバーどうだと、うん、まあまあケツも叩くこともあれば話も聞くこともあんのよ。あ、そうですか。はい、はい、まあ、ということで今日の企画はですね、はい、あいつ今何してる、ドラ1選手の現在地。今日は過去のね、うん、ドラ1を振り返って、はい、まあ、現在どういう状況に置かれているのか、うん、それとですね、うん、もう一つちょっと面白いデータが取れました。ほう。このドラ1選手の活躍、うん、ぶりっていうのが、うん、チームの実力に直結してる可能性があります、うん、ね、もうドラ1なんて毎年生まれるから。そうですね。ちょっと縛りをつけました。ほう。どれだけね、即戦力と言われた選手でも、まあ、3年は見ようと、うん、あ、まあそうですね。でかつ高校生に関しては、うん、5年ぐらい、まあまあ確かに見る必要があるんじゃないかということで、うん、はい、2016年から2018年、この3年間のドラフト1位にかかった選手というのを、あ、今日は、はい、対象に調べまして、はい、今シーズンの成績、はい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 、を見て、ちょっとどれだけ頑張ってるか、通信簿じゃないですけど、おお、いや楽しみだな。ランク付けをさせていただきます。はいはいはい、はい、それではですね、2016年、はい、データがこちらです。この年に関してはね、はい、投手が非常に充実してた年になりますね。確かに多いですね。この年の目玉で言うと、甲子園優勝した今井投手であったり、はい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 、山岡投手ね、このような指名になっております、はい、こちらね、現在の順位順でなっております、はい、ヤクルトスワローズ寺島投手ですね、うん、赤字は高校生ということです。あ、なるほど、はいはい、こちら履正社高校から。あ、そうですね。大型のね、ちょっと苦しんでる印象はありますよね。そうですね、入団以来ね、なかなか2桁勝った年もないですし、うん、ちょっと正念場かなと。そうかもしれないです ね。広島、こちら矢崎投手ですね。結婚して名字も変わりました。あ、そうなんですね、はい、慶応義塾大学からね、はい、非常に強いストレート投げててね、初戦もだってデビュー戦でノーヒットノーラン仕掛けましたからね。あ、素晴らしいデビューだったんですね。そういう幸先かなと思ったら、こちらまた苦しんでおります。そうね、そうですね、ちょっとこのオフ危ないんじゃないか。なるほど、はい、中日来ましたよ。あー、来ました。柳投手、はい、大卒ですね、うん、今年もなのでタイトル争いしますから。あ、いや、そうですね、三冠だって四冠の可能性もあったのかな。いや、素晴らしいピッチングしますよ。こちらも S ランクです。タイトル争いしてますので、ね、はい、横浜高校、浜口投手、はい、うん、こちらちょっと復活の兆しはね。そうですね、開幕投手も今年務めて、しっかりまあ1年間、ね、ローテーション守って頑張ってます、うん、ね、オリックス、寺山岡投手ですね、うん、うん、素晴らしいピッチャーなんですが、今ちょっと肘のクリーニング、いやー、そうですね、いやー、素晴らしい。もうたまに信じられないピッチングするときあるからね。そうなんですよ。これがシーズン通してやれたらものすごい山本選手と何ら遜色ないの。いや、本当の方なんですよ。じゃないですか、ね、だからこの年の4位が山本選手ですよね。そうです、そうですよね。いや、すごいっすよね。あ、まあだから復帰してほしいっすね。復帰してほしい、うん、男前ですしね。ロッテ、これ佐々木投手、あ、これがね、今年一気に来ました、こちらも S ランク出してもいいぐらいだったんですけど、うん、ね、1.17 50試合投げて後ろに回ってね、これ結果出しましたよ。ロッテ躍進のね、はい、契約者ですよ。間違いないですね。そして続きまして楽天、はい、藤井投手ね。藤井投手、ちょっと一軍での出番はないと。今年はそうですね、あんまりうかうかしてられないなと、うん、高卒ではございます。そういうことですね、はい、あ、そうだ、これが一番の目玉だな、はい、ソフトバンクの田中投手だ。あ、田中投手、これが目玉でしたね、強豪でね、ね、なんですが非常に苦しんでるようで、うん、なかなかね、1年間投手ローテ守った年もまだ見受けられない。うーん、ね、そうですね、だんだんね、良くなってるって情報も見るんですけど、ね、はい、定期的にやっぱり分からんですね、これ見るとね、何球団競合したとかは関係ないですね。妹さんとね、あの仲がいいんで、すごく応援してるんです。あ、そうなんですか。個人的に。あ、いいですね。そうなんです、今度ちょっと僕も紹介してくださいよ、はい、
手、西武今井選手ね、はい、まあだんだんと力をつけてきてる印象ありますよね。あ、今年ね、いいんじゃないですか、後半戦見てると。来年スタートからガッと来てもらって、ね、うん、頑張ってほしいです、ね。いや、甲子園震えたな。ね、そしてまあこの年でいうと今ね、Sランク2人目、うん、日本ハム堀投手、いやー、最優秀中継ぎ、あー、素晴らしい。今年の日本ハムの成績でこれですからっていう考えると相当いい数字ですよ、これ。そして打者ですね、うん、2人しかいなかったと。あ、そうなんですね、この年は。はい、阪神、これはあの金本監督ですね。いやー、当時はね、物議醸しましたよ、これ。これは1じゃなくてもいけたんじゃないか。いやー、そうですねって言われてる中で、強行で指名して、ジャパンの4番でしたからね、大学のね。ね、そうですね。まあ、おかしくなかったんですが、まあね、あの今阪神の右の大砲としてね。そうですね。まあ去年バッと行きまして、まあ今年も続けばっていう感じでしたけど、ちょっとね、シーズン途中抜ける場面もあって。来年はね、本当なんだろう、フル出場ぐらいで。そうですね。タイトル争い絡んでほしいな。そしたらもっと阪神強くなりますね。ジャイアンツ吉川選手。はいはいはい。怪我がちだったんですかね、今年いよいよ。うん。シーズン通して活躍してる印象ありますね、はい、いや覚えてますね、吉信監督がね、はい、外れ1位かな、はい、チェンバリア賞は誰の外れ外れだったと、ね、いや田中選手行って、千早選手行ったんですよ。あ、そうですね、はい、で、この吉川選手、はい、だ巨人ファンは、まあ僕、まあ、全員が全員じゃないですけど、僕的にはね、ミーハーなんで、ああ誰だと。あ、まあね、中京学院大学でしょ、タッパもねえなと。この選手をね、1位で獲得するかね、ちょっと迷走してんなっていう印象だったんですけど、はい、入ったらやっぱり守備もいいし、うまいですね、ね、うまい。最近バッティングも調子上げてきて、3番打ってたタイミングもありました、ね、うん、いや、これはね、もっとセカンドで、うん、なんていうんですか、シーズン通してね、うん、やってほしい選手になりましたね。来年はね、ある程度レギュラーは固いポジションからスタートですので、うん、そうですね、しっかり調整だけ、うん、ガッと掴んでガッという感じです。2016年でした。はいはい、続きまして2017年いってみましょう。はい、2017年の成績がこちらです。はい、こちらは野手は高卒ですね、全員。おー、なるほど。ドライチが、はい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 、まずは投手からいってみましょうか、はい、2017年阪神タイガース、うん、馬場投手、はい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 、今年もね、まあ、41登板ということで、うん、力には戦力にはなってます。いや、もちろんですね、うん、同点の場面とかの登板が多かったのかな、はい、ジャイアンツ、はい、まあ、あー、なるほど。ちょっとこのオフ怪しいかなと。あ、険しい顔ですね。さすがに一軍登板なしというのはね、ドラ1とはいえ大卒でね、4年目なかなか。なるほど、どうなんでしょうか、はい、そして3位中日鈴木投手。あ、鈴木投手な、非常にいい年もあったんですが、今シーズンはなかなか。そうですね、こうですよね、そうです。あ、そうですね、抑えもやった時期ありますけど、ちょっと年ランクをつけさせていただきました。なるほど、全盛期を知ってるだけにね、はい、うん、そして横浜ベイスターズ東投手、うん、今年手術を受けましてね、まあ、後半戦そうですね、一軍マウンド上がって帰ってきましたが、まだ勝ちはついてないと、はい、まあ来季ですよね。来季ですね。あ、これがね、戦力になってきたら横浜ベイスターズかかってくる可能性ありますから。いいですよ、今永投手もね、復活しましたし、うん、浜口投手と並んでね、左3枚、いやー、まあね、すごいね、うん、やっぱり左集めましたよね。そしてオリックス、こちらはね、楽天球団ができて以降のドラフトで唯一手で引きました、うん、あ、そうですね、あ、出てきましたね、前田島選手、それが唯一、はいはいはい、引き切った選手ですね、引き切った選手ですね、うん、今年も一周争いしてますが、うん、しっかりローテーションを守ってますね。あ、素晴らしい、うん、ただ貯金をね、作りたいところではあります、ね、あ、なるほど、そうですね、成績見ると、うん、まあでも1年通して非常に頑張ってる印象ですね。いや、そうですね、また来季じゃないですかね、はい、そして楽天近藤投手、うん、こちら今ね、ヤクルトスワローズに、なるほど、行ってるんですよ。はい、まあ、なんで、ちょっとね、先生離脱しております。あ、そうですか、うん、ですが、登板してた状況だと、まあ、0.96 防御率、はいはい、ウィップも 0.91、 でも非常にね、いや、安定してますね。安定してますよ、去年も安定したピッチングしてましたからね、はい、そしてソフトバンクですね、うん、吉住投手、あ、うん、ちょっと2回目の戦力外だったと今日情報が入ってきました。そうですね、ね、ご本人ももう、うん、
いいかなと現役は、うん、ということですね、はい、だから高卒なんですが、こういうこともね、うん、やっぱりあるんですよね、ドラフト1位といえどありますよ、うん、はい、そして西武ライオンズ斎藤投手、うん、こちらも一軍登板はなしというで、うん、2位に評価、なるほど、そして野手いきましょうか、はい、ヤクルトスワローズ、あーこれもうダブルエースでもいいぐらいです、ね、いやなんで僕 SS しちゃいますのいや、そうでしょうね、もう逆に近いですからね非常にいいですね、打率も3割近く打ってます、ホームラン王争いもしてます、毎回言いますけど、村上は巨人に行く可能性もあったわけですからそうですよ、この年はね、まあもう非常にもう球界を代表するスラッグ、もうそう言っていいでしょう、ちょっと早すぎですけどね、うん、4年目でしょ、高卒、いやもう100号も記録更新ですからね、止められないですね、うん、そしてこの年、甲子園を沸かせましたね、広島、広陵高校、中村翔成、はあ、今年ね、ちょっとあの一軍帯同、うん、レギュラー掴みかけかと思いましたが、うん、ちょっとね、まだ二軍でもう少し特訓中と、そういうことですね、もうバッティングいいみたいですね、そうなんですよ、なので外野本格コンバーとかっていう話も出てますけど、ね、なるほど、僕はそれ見たいかなというのもあるし、でもキャッチャーとしてもね、非常に魅力的な選手なんで、キャッチャーが多いな、やっぱいいキャッチャーが、高卒4年目、そろそろ一つの分岐点になるんじゃないかなと、うん、そうですね、感じですね、そしてロッテ安田選手、こちら目玉でしたね、はいはいはい、こちらも履正社ですから、2割4分9厘、安田選手も今年好調なロッテの中では、うん、ずっと試合に出てるわけではない、そうですね、試合に出るタイミング、うん、出ないタイミングもあったりと、うん、来年はだからしっかりもクリーンアップ、いや楽しみですよ、ね、来年でしょうね、取ってほしい、定着してからでしょうね、頑張ってほしいです、うん、そしてこれがもう大目玉なんですね、いや大目玉でした、この年はね、はい、うん、清宮選手、はい、なんですが自分の出番を終えましたと、どうですかね、いや楽しみにしてますよ、でも僕はまだね、うん、まだそうなのよ、高卒よ、うん、いやなんとかね、うん、ちょっと監督も変わったところで、はい、パッとチャンスもらったチャンス勝って言い返してほしいですけどね、そうですね、この間あの元気な姿も見えたんでね、いやそれ言う 100% あれを捉えてやるなよ、いやいやトップバッター務めましたよ、音程も外さずよく斎藤佑樹さんだな、ね、いやいや元気な姿、いや俺が一番びっくりしたのは、うん、全体の引きのシーンで太田大志が一番端にいたことよ、ええんかなと思って前歌ってる前で出たのと、いやそうそう、ドームにおれよと、なんかね、いやすごくね感動的な、いや感動的でしたよ、一幕でしたが、うん、ちょっと思うところがありました、ね、いやだから僕もそれ言われてね見たんですけど、はい、やっぱり太田選手も堂々とはしなかったですよ、まあまあまあ、隠れるようにこうやってぐらい歌ってましたから、という2017年ですね、はい、なるほど、そして最後ですね、はい、2018年、うん、なんでこれが今3年目の選手に当たります、はい、この年はですね、あそうか、あ大阪桐蔭が春夏連覇した年ですね、ネオ選手目玉はですね、ね、2018年、はい、ピッチャーからいきましょう、はい、ヤクルト、うん、清水投手、ああそうだね、2年連続最優秀中継ぎ、まあ本当に大きなお世話だよって言われるかもしれないですけどね、はい、多く上げてほしい、おお、大きくない、いや素晴らしい成績ですよ、いや3もらってもおかしくないぐらいの成績ですけど、これ支えましたね、今年はもう文句なしのエースだったんですよ、うん、でジャイアンツ高橋投手ね、うん、まあ、ちょっとあの前半バババッといったけども、後半がね、うん、ちょっと厳しい、まあそうですね、来年そこが課題でしょうね、後半ね、青森のドクター K、これはでも今年見せてもらくれたんじゃないですかね、いや非常にね、うん、本当にいい時はもう手のつけようがない気もしますからね、いや勇気が良くなったねいやたっちゃん階段のたっちゃんだ目が小さいそして横浜神里に投じる、はい、こちらがなかなか厳しい、期待はね大きかったんですが防御率もちょっとあまり良くない数字、結果もねあまりついていない、そうですね、ただ横浜もね、その先ほど言ったようにあの東投手だったり左がね、あの戻りつつあるんで、うんうん、右もね、なんで今年入った三浦投手であったり福山投手もね、勝ち会になったら来年も面白いですよね、右ピッチャーね、期待大ですよ、福山投手、はい、そしてソフトバンク甲斐、うん、あれはね、ちょっと怪我をしてしまいましたからね、あ1年目すごかったすごかったね、あ
カイノだったかと思いましたけどね。本当だからプレミア12でも活躍しましたもんね、いきなりね。いきなり、まあ来年しっかり怪我が完全に治って、まあそういうことでしょうね。またねソフトバンクの中継ぎ陣支えてくれるんじゃないでしょうか、はい。そして西武ライオンズ松本投手、こちらもですね、ローテを守って、いや大きいですよ、頑張ったんじゃないかなと。チーム1位作ってますしね。いやそうですね、もう他のチームは試合作れてローテ守ってピッチャーいれば、はい、十分でございますから。これも新加入したサワンと一緒に、そうですね、盤石なローテを作ってほしいなと。はい、私日本ハム、これはね話してく、いやーすごかったね吉田投手よしよしよまだね、まあ、まだ3年目ですから3年目なんですが、まあ1軍は1回登板、まあまあまあまだ元気でしょうね、頑張ってほしいですね。いやこの間も元気な姿見れましたから。また言うか歌ってたか、言う 100% 剃ってた、一緒になれた、剃ってた。もう将来エースやってもらわない困る選手ですか。エースやってもらわない、いや震えましたからね、あの甲子園は、ぜひ応援したい選手ですよ。あ、これはあれですね、半々ですか、野手と。ああ、そういう年なんですね、2018は。野手いってみましょうか。はい、もうこれはもう阪神近いもん。いやー素晴らしいですよ、大当たりですよ、今押し出しあるとしてますけどね。大当たり、これはもう素晴らしい。もう終わってみれば3割バッターになりましたね。なったね、青木選手のような。ああ、終わったら3割、いい一番待ったですよ、素晴らしい。広島も小園選手、こちらもね、もう一気に掴んでくれました、レギュラーを。いやー、やっぱりカープの高卒3年目はすごいね。早かったね、急に来たね。来ましたね。だってもうこれ3割打ちそうだもん。いや、残り試合少ないけど十分っすよ、ほんと頑張ってほしい。もちろん、A 評価とさせていただきます、ね、もちろん。はい、で中日、宮選手、いや一番上がってきました、ショルダーチョイスで、で、そうですよ、まだ諦めてない君はショートで使うのと。ただね、外野うまいんですよね、まあ、器用なんでしょうね、なのでもっとバッティングに時間を割いていたらいいんじゃないかなと僕ら素人目では、僕の素人目では思ってしまうんですよね。まあ楽しみですよ、まだこれからですからね。もちろんもちろん、はい、オリックス太田選手、こちらも高卒ですね、こちらも紅林選手等が台頭してきましたから、うかうかしてられないなと。そういうことですね、バッティング磨いて頑張ってほしいですね、はい、いい選手です、でロッテ藤原選手、もう男前でね、はい、月間 MVP を取りましたから、来年はスタートダッシュから決めて。いやそうですね、ロッテは藤原選手、安田選手、そのあたりが来季のキーパーソンになるかもしれないですね。キーパーソンですね、そして最後楽天辰巳選手、なので守備固めダイソーっていう出番もちょっと多いですかね、レギュラーとは言えない。まあ即戦力で入ってきて ね、仕事はしてますよ。でもね、ただね、下地選手だったり岡島選手も高齢化が進んでますので、そうです、まだチャンスはある。もちろん中心になっていかなきゃいけない選手ですね、頑張ってほしいと思いますね、はい、という感じです。3年前から5年前のドラ1選手の、まあ、振り返るとね、やっぱあ、そうだったそうだったって感じありますね、思い出すね、あの頃の記憶が蘇る、蘇るね、特に高卒選手なんかを見るとね。そうですね、甲子園だった。あ、そうそうそう、はい、最後、はい、まとめに入るんですが、なんとなく評価させていただきましたかって、はい、これはもう個人的なあれですけど、S 評価した選手何人とか、A ランク、A 評価した選手何人とか、ちょっと各球団ごとに数えてみたんですよ。あ、出したわけですね。出してみたんですよ。でね、あ、やっぱり順位に関係してるなと、今年のシーズンに、思いましたので、ちょっとポイントをつけてですね、S だった選手が1人につき50万ポイント。出たよ、5ポイントでいいっつってんだよ。いや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 、5、4、3、2、1っていくんだろ、D まで5でいい、演出じゃないの。 A は40万、B は30万みたいな感じで、はい、D は10万ポイント。ちょっと出してみました、こちらの結果をじゃあちょっとご覧いただきましょう。こちらの結果こちらです。ドドン、これがですね、海田さん、結構露骨じゃないですか。あ、なるほどね。5年前ぐらいからね、やっぱりドラ1活躍してるチーム勝ってますもん、今年。本当だね、顕著ですね、出てます。で、特にちょっとヤクルトに関しては成功してますからね。あ、なるほど。楽天の近藤選手を取ってますので、ちょっと、まあ、ポイントを上げてます。あ、そうすると140万ポイントになって圧勝です、ね、圧勝でリーグ。あー、これ順位通り、ほぼ順位通りになってますね。ほぼ順位通りなんですよ。パリーグもね、ロッテが、まあ、今1位ですから、このオリックスに関してはね、どうしたと思ったら、オリックスに関してはね、
1年目、2年目。1年目、2年目、うん。はいはいはい。なるほど。この対象化遺伝子が、まあ、そらく A 評価をつけてたと、はいはい、が出てきてるみたいで。ああ、まあ、宮城選手は確かにドラフト1位だね。はい、ちょっとオリックスに関してはちょっとね、事情が違う。ああ、そうか。なるほどね。ですが、他の球団は、やっぱりこの順位、すごく決定してるんですよ。やっぱりドラフト1位はなんやかんや大事だったと。はい。そうなんです。結論です。はい。ドラフト1位はなんやかんや大事。はい、これはね、これは面白い。面白いデータを。おお。ってことは今年の2021のドラフト1位も、うん、皆さんやっぱり各球団応援した方がいいってことですね。応援した方がいいです。やっぱりドラフト上位の選手は応援した方がやっぱり活躍したら、おのずと球団の順位はなると。一番わかりやすく。はあ、これ面白いわ。はい。ということ、うん、で、うん、近年のドラフト1位の選手の現在地。いやー、面白かった今日は。ご紹介いたしました。今日は。ちょっといや、この言葉悩んじゃん。明日の8時もまた動画ありますので、はい、ぜひチェックしてみてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ただジャイアンツは、うん、FA とか、うん、補強をしなかったからやっぱり最後になれたんだよね。まあ、うん、まあ失敗というかね、補強できなかったっていうことでしょうね。うん、昔はできてた。昔はできたんですよね。巨人に行けば旨味があったってことです。だから、いいよ。体質を変えないよね。あとやっぱり、S がいたいね。じゃないS がいなかったですよ。栄冠は、フェドローに輝く。語呂ある！チャンネル登録お願いします。